石丸慎一は、プロ野球選手、大日本帝国海軍軍人。神風特別攻撃隊隊員として戦死した、唯一のプロ野球選手である。兄は、同じくプロ野球選手として活躍した、石丸東吉。1922年7月24日、佐賀県佐賀市水ヶ江町で、理髪業を営んでいた、石丸金蔵の逸尾として生まれる。父は、自身が、 苦労人だったため、子供にはまともな教育を受けてほしいと一心に思い、教育資金調達のために、方々で借金を重ね、挙句の果てに、その借金を一気に返そうとして、株に手を出して、大失敗し、借金を膨大させてしまう。この借金は石丸が、学徒出陣する直前に完済している。藤吉の影響で野球を始め、その後、 兄が通っていた佐賀商業学校に入学し、2年生から速球派エースとなり、石丸のワンマンチームと言われるほどの活躍を見せる。だが、1939年に甲子園出場がかかった予選である佐賀大会決勝戦では、試合が始まる寸前に疲労を予防する目的で飲んだ梅酒に酔っ払ってしまい、力を発揮できずして唐津中学に敗退し、 1940年でも佐賀大会決勝戦で唐津中学に敗れ在学中は甲子園出場が叶わなかった。卒業後、招集先の中国にいる兄に欠板を押してまでしたためた名古屋軍の入団志願用紙を送り、それを読んだ兄が当時の球団代表だった赤峰正氏に推薦したことで1941年に入団。新人時代は 平役で離脱している藤吉の代役ということで、内野手として73試合に出場し、打率、197、0本類打、8打点の成績を残した。内野手としてプレーする傍ら、タバコの銀紙を丸めて作ったボールで手首を鍛え、投手として、いつでも出場できるようにしていたという。その思いが通じたのか、藤吉の復帰後は、投手として出場し、 1942年4月1日の大朝日戦で持ち前の速球と針の穴を通すほどの抜群の制球力で初登板、初先発で2安打完封勝利を飾り、7月12日の対東京巨人軍戦でも須田博と投げ合って勝利するなど、最終的に負け数が先行したものの17勝19敗、防御率1.71と奮闘した。 この年の名古屋軍は105試合で39勝だったため勝利数の4割強を石丸和人で稼ぐというまさに獅子奮陣の活躍だった1943年10月12日の対大和戦では戦前最後となるノーヒットのーランを達成しているが当時紙面が激減していた中部日本新聞においてもスコアと投手名が記載されただけの扱いだった 最後の勝利は、同年11月6日、最終当番は11月7日で、4回を4編んだ、無失点に抑えた。この年は20勝12敗、防御率1.15と前年以上の高成績を収め、チームを2位まで躍進させた。プロ野球選手ながら、兵役を免れるため、日本大学法科や幹部に在籍していたが、1944年春の、 学徒出陣によって招集される。石丸は海軍飛行家を希望し、第14期飛行先修予備学生として、筑波海軍航空隊に配属され、1945年に、神風特別攻撃隊に志願して、特攻隊員となる。特攻訓練を受けた後、鹿児島県の鹿野屋基地に転身する。同年5月11日の菊水6号作戦発動に、 ともない、石丸は、神風特別攻撃隊、第五筑波隊隊員として、爆走冷戦に登場、沖縄方面の米機動部隊を目指して出撃し、未期間となった。石丸の重邸である、牛島秀彦が著者で、出撃前に、同僚の本田光一とキャッチボールを行った、エピソードなどを書いた、消えた春は有名である。また、当時海軍報道班員として、 鹿のや基地に滞在していた作家の山岡総八がこのキャッチボールに立ち会っており、十球投げ終わったところで、石丸は山岡に向かって、これで思い残すことはない。報道範囲、さようなら。と、笑顔で叫んで、グラブを放り投げ、飛行場へ去っていった、とするものと、グラブは置きボールを戦闘機に持っていって鉢巻きに包み風防から投げたというものがある。 石丸の背負っていた背番号26はチームメイトだった村松幸男の18と共に戦後の数年間欠番となった。現在、中日では医療正隆が背番号26を使用している。ありがとうございます。